ジュアルやつやっちゃおうかな。なんだ、さあ最初の4秒でダウン取った。ダウン、また倒れた。ブレイキングダウン、強い村田さん。強いっすね。まあ喧嘩最強なんでね俺が。マジ強いっすね、うん、オーディションの時も楽勝で KO してましたもんね。楽勝、いやマジで強いっすね。次ひな壇、いやいやいや、ほんとっすね。あと今あのバンタム級トーナメントが始まるじゃないですか。同じ階級じゃないですか。まあ相手になんない。富澤なんかプロでなんか強いとか言ってるけど全然レベル違えから。ほんとに強かったっすね。カウンターで狙い通り、狙い通りっすか。次あの小田選手とやりたいって、なんか戦って鳴り合いしてる気持ち悪いやつやっちゃおうかな。俺が順番に倒していくんですね。やらせてください。いやいいと思います。めっちゃ、はい、おめでとうございます。飛び級はしないから。一歩ずつ全員待っとくよ。お疲れ様です。あの戦力の試合見てました。 どう思いました。すげえショックする、ね、でもあの村田さんめっちゃ強くないですか。あのマイクで指名されてましたけど。マジっすか、はい、次やるぞっつって。マジっすか。ぜひぜひちょっとアロハゲ。次はお前だって言ってました。何がシェミの嫁だこのアロハゲ。てめえちょっとそうじゃねえぞ。じゃあぜひこっちでもあの試合を考えたいと思うんで、はい、決まったらぜひ、はい、頑張ってください。これ何だよ。ケンプリじゃねえの。ケンプリしてくんじゃねえの。ケンプリしてくんじゃねえの。殴り合いだろ。ペチペチしてくんじゃねえの。パンチで倒してんだろ。何パンチで倒してんだろ。ギリから入ってんじゃねえの。ペチ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 よ。ペチペチじゃなくてドカンと。ペチンってのはペチンだろ。おめえドカンと。お前の頭みたいな音がするんだよ。ん、絡んでくんな。おめえが絡んできたから絡んでんだろ。名前出してやってんだからありがたいよ。おめえが絡んできたから絡げたかわしてんだろ。やらない。なんだ、なんだ、何？おめえが絡んでしか絡んで、ここでやったってね、しょうがねえだろ。だから、あの時名前出してやったんだからありがたいと思うや。なんでてめえに名前出せるとありがたいと思わなきゃいけないんだ、この野郎。てめえに絡んでるやつだってありがたいと思うや。あ、じゃあ絡んでくんな。てめえが絡んできたんだろ。すごいね。おめえが絡んできたからな。すごいね。おめえが絡んできたからな。だからやってやるから。やってやるから。やってやるっていうか、うん、やるから。ね。じゃあ11個いいよ。うん。おめえが絡んできたから絡んでるんだから。じゃあ行くよ。忘れんの。分かって、順調あってる。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。